皆さんこんにちは。こんにちは。マックスマイです。リオナイです。今回ですね、はい、過去何本も動画上げてると思うんですけど、新作アプリをね、いち早く紹介するという。最高。で、今回は2本。で、一つはリリース前の新作タイトルなんですけど、ゲームコネクト、なんと新しいサービスを始めまして、その名もアップデート予約。アップデート予約。現在リリースされてるゲームでアップデートってあるじゃないですか。ありますね、新機能の追加とか。そうそう、はい、アップデート重ねるじゃないですか、うんうん、で、その次回のアップデートをアップデートしたタイミングですぐお知らせしてくれる。ほー。で、アップデートしたら特典がいろいろもらえる。ほー。そういうサービスを始めました。はい。なので今回は新作のまだリリースしてないゲーム1本で、リリース済みだけどもアップデート待ちのゲーム1本の2本を紹介します。はい、行きましょう。行きましょう。はい、というわけで、はい、こちら戦場のツインテール。やーべえ、超かわいい。早速行ってみましょう。待って待って、え、アイコンかわいくない？かわいい。戦車の上にツインテールの女の子のシルエット、かわいい。早速やろうぜ。ツインテール着てるだけだ。じゃあ主人公だな、彼女。行きましょう。はい。え、パンツ、ローディングパンツ。シマパン。これなんすか、主人公のかな。誰のかやめましょう。あ、始まった。アニメーションだ。なんだなんだ。世界は軍事政権によって統治されていた。 すげえ言ってるよ。政府は人々の心を。萌え文化って今あったな。ペンギン、かわいい。幼女監禁法。野生のロリは世界から消えた。いあ、萌えが存在しない世界。そして主人公、誰かがなぜか監獄の塀の前にドリル、穴を掘り始めた。主人公もしかしてロリコン？もう十分深く掘ったかな。深い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 、かなり深いよ。深い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 、まっすぐ掘れ、まっすぐから。おお。一人の女の子が謎の液体に包まれてる。女の子は絶滅した謎のツインテールをしてる。絶滅したんだ、ツインテール。カットインがいい。あ、タッチスクリーン。これもしかして、タッチした瞬間に目覚める。いや、パンツ。いけ！うおー！あ、え？あ、あ！おー。おー、すげえ。あ、空ね、空ね。奪還作戦開始。あのドリルマンのアングルがちょっと、奪還目標はこのツインテールの女の子だったんだ。おお。え？ドリルマン？ロリ？あ、ちゃんと上にロリについての説明がありますよ。可愛い幼女および少女のこと、その可愛すぎる顔立ちから人心を迷わす危険性があるため隔離管理が必要。すげえ世界観だ。ロリを。セリフで何回ロリって、ロリってもう行こう。でも、うん、この世界ではその可愛い幼女および少女のことをロリ。はい、まずは定義を勉強しましたね。はい、行きましょう。はい。ドリル、え、ちょっと待って。ちゃんとドリルの説明もありますよ。先端が硬い工具。これを武器として使おうとする者はIQ が低い傾向にある。概して IQ が低い傾向にある。面白い。ところでアスマイはどこだ。アスマイ、本で読んだロリコと喋り方が違った。あ、この世界にロリはいないから、もう見たことないんだ。全員隔離されてるからね、ロリは。こいつイケメンのくせにとんでもねえロリコンだな。しかも口に出してセリフで喋っちゃってる時点でやばい。あ、慎め、新キャラ誰、あんた戦車、え、戦車乗る女の子、ロクちゃん。準備 OK です。警報が鳴る前に脱出しましょう。戦車の名前か。おお、また新キャラ出てきた。え、どんどん新キャラ、どんどん新キャラ。カメラを持ってくればよかった。ロリコって本当可愛いじゃないか。こいつ。この主人公の少年も一応少年っていうだけあって、こう性別は男性だと思うんですけど、はい、十分可愛いよね。まあそうですね、うん、可愛いタイプの子ですね。何でしょう、現世か。
あ、元帥なんだね。やっぱ偉い感じなんですね。脱獄は重罪じゃないですか。刑法、刑法、脱獄という言葉感知。おお、だいぶ未来。今楽しい運動って書いてあったの、上の説明に。脱獄は。なんでこのドリル使いの少年は、ね、ヘタレですね、これ主人公は。書いてあるけど、さあヘタレ。あといいっすか、このロリの主人公、普通に立ってる状態でパンツが見えてるっていう。ごめんなさい、触れないでおきましょう。あれですね、ヘタレで、はい、主人公はヘタレで、ツインテールロリ少女はそれツンデレですね。これは世界観が深いね。ねえ、うん、戦闘、おい、兵士たち。お、あ、始まった。ローディング画面かわいい。いいな、これ。おお、あ、チュートリアル。はい、え、すげえ。どうすんの。戦場で生き残る方法を教えてください。指で画面の任意をタップしたまま指左方向に引っ張ると砲弾の弾道。はい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 。おお、こう引っ張るの、こうやって、こうやって、そうそう、こうやって引っ張って伸ばすタイプだ。なるほど。で、ここを合わせて頼む、心を殴ってくれ、ハッハッと敵が。こいつ。この調子だ、とどめを刺してやれ。行くぜ、ほら、グアハニー、頼む、オラを殴ってくれ、ハッハッ。オラ、何この敵。どういうこと、変態野郎。さあさあ、え、めっちゃ面白そうやんけ、これ。ボス狙いボス。親指でやった方がいいな。かわいい。いった、ビクトリー。ビクトリー、素晴らしい。このまま私たちの仲間に入らないか。え、ちょっと大変そう。私は遠慮しとくわ。え、知り合い同士じゃないのこれ。あ、これ左の人たちはみんなロリアンだ。うん、考えさせてって。少女って書いてあるもんね。誰、僕は一人ドリルで男のロマンを追求していきたいんですが。目的が分かんねえな、主人公の。主人公はドリルが好きなんだね。あー、ヘタレ感出てるわ。名前、一番いい名前をください。おお、いいね。ドリル振り方がいい、振り方が、うん、ドリルの、じゃあドリルマスターで。急に。ドリルマスター。いい名前だね。僕の名前はドリルマスターだ。本当に平凡ね。平凡ではない。平凡ではない。価値観の違いが。よし、覚えたぞ。アボルフ・リーナ元帥。アボルフ・リーナ。ドリルマスター。ドリルマスターって名前がついた瞬間、なんかかっこよく見えましたね。かっこいいよ。だいぶいいよ。いいね。今時これほど全身からロリコンをタクシーがするやつは珍しい。しかもこのいたしい言動を気に入ったぞ、ドリルマスター。おお、ね、ぜひ我らの同志になれ。なあ、萌え戦の名のもとに異常の世界を征服と、まあ、世界を征服することが目標みたいですね。おお、本拠地だ。本拠地がね、黒板もあってかわいいじゃない。ねえ、元帥と一緒に監獄長を倒せ。うん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 。じゃあさっきのペンギンのちょっとでっかいのが監獄長だったんだ。うん、いきます。アイコンをタップしてゆかりなを迎えましょう。ゆかりな、はい、あ、来た。おお、いろんな砲弾が、あ、兵士の組み合わせによって、なるほど、仲間を組み合わせると。お、詳細。うんうんうん、こいつか、倒せ。1の1、真実のロリって書いてあった。ステージ名、クエスト名。行くぞ、燃え戦のために。いや、これすごい分かりやすい、丁寧な作りになってるで。もっと強い砲弾に変えてみよう。はい、強い砲弾。ここだ。いいね、ビリビリが走ったよ。あ、クールタイム、クールタイム中。ここら辺。いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。お、結構むずいぞこれ。その自キャラを操作する以外にも、このパーティーキャラみたいな子たちがさ、攻撃してくれるってのがいいね。うん、そして喋る。いけいけいけ。
さあステージが進む。お、タップするとテンストが加速する。あ、本当だ、タップしてる。かける2倍速、タップしてる間なんすね、これ。なるほどね。うん、いけいけいけ、ほらほら、これもうすぐすぐって。いいねー、ほら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 。あ、クールタイムがね。ビクトリー、ビクトリー、真実のロリに勝利したと。やったぜ、燃え力上昇。燃え力じゃない、燃え力、ゴールド。お、なんかもうなんか左下に敵めっちゃ出てきた。ひたすら燃えエネルギーが満タンになると、ほい、あ、おう、ジジジジジジ、あ、かわいい、かわいい。え、めっちゃいい、めっちゃいい。一掃した、やった、ジジ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 ン。はい、というわけで、かわいい。何より僕はストーリーが好きですね、ツッコミどころ満載で見てて楽しいです。私はドリルマスターがね今後の活躍に期待ですね。そうですね、はい、はい、というわけで、こちらのゲーム、概要欄のリンクからゲームコネクトで事前登録できます。されてくださいませ。すると、リリースと同じタイミングで遊ぶことができます。はい、本日2本目の紹介ゲーム、こちらドラゴンエッグ。今回は私はチュートリアルを通じてこちらのゲームを紹介していきます。 Yes。 キャラクターの性別を選び、次に進むを押してください。私は女の子です。おーおー、細かい。おー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 おお。じゃあシンプルにこれで。可愛くない。はい、ニックネーム村井、ゴー。さあ、このドラゴンエッグっていうのはどういうゲームなんでしょうか。うん、相棒を選んでください。イスベルグ、水か、クラテール、火か。火でお願いします。お、やる気みなぎる赤きドラゴン。おー、マックスない。静かな闘志を燃やす青きドラゴン。静かな闘志にします。なんでタマティーナ、タマティーナ。ハンター3、ハンター3って言われちゃう。お、かわいい、かわいい、かわいい。ようやく気がついた。気づきました、ありがとうございます。あんなのに追いかけ回されたら気を失うのも無理はないけど、この子の名前がタマティーナ。タマティーナ、まだハンター試験は終わってないよ。ハンター試験、フルボイス、しっかりして立てる。今のところフルボイス。もうすぐ街だよ。さあ、もう一息頑張ろう。タマティーナ、街に向かって進むよ。モンスターがいるかもしれないから油断しないで。イエス、オッケー。お、イノシシ、往年の RPG。 でも大丈夫、相棒のドラゴンと一緒にあいつを倒して。オッケー、はい、なるほど、プレイヤーも戦うの。イスベルクさんはドラゴンの名前ね。ピッ、早い、弱い。また気を失っちゃうんじゃないかと思って心配したんだから。タマティーナさん、大丈夫ですよ。あなたも相棒もどんどん強くなるからね。センターごとにね、レベルアップする。じゃあ先に進もう。あ、宝箱。あー、これ2分の1。何が入ってるのかな。さあ、赤。これってエッグジェムだよね。ほら、強力なモンスターの召喚とかに町に着くまで大事に持っててね。イエスサー、イエスサー、タマティーナさん、イエスサー。あ、両方開けられないね、片方ね。さあ来たよ。囲まれてる。あら、まあ、ちょっとなんかないの。あるよ、安心して。スキルを使うよ、アクアブレス。いけ、敵全体が対象になります。イエス、強し、おい、強い。やる。強い。ハンターさんの相棒のドラゴンって強いのね。それは強そうだね。経験を積んで。村井がまだ一回も何もしてない。そうですね。スキルを覚えてくれるかも。まあちょっと村井不安そうな顔してるんでちょうどいいんじゃないですか。村井ちょっとひよってるかな。うわあ、強そうなの来たよ。さっきさんざ私たちのことを追いかけ回してきた。てかタマティーナよく喋るな。疲れたの。逃げ場はなさそうね。タマティーナ可愛いっすね。可愛い。覚悟を決めてハンターさん。色っぽい。やるしかないよ。スキル発動だ、アクアブレス。はい、よいしょ、ボシ。向こうのアピールすごいな。俺強いぞアピールすごくないですか。強い。わ
ほら懐かしいよな、この感じ、うん、あ、た村井、やべえ、あ、村井結構食らう精子アーカーブレス、連発村井頑張れ。スキルがないんだよな、この瞬間な。攻撃、えっ、あっ、あー進めばオートも多分解放されるんでしょうね、ぽいな。下にオートが明るいです、もう使えない。はい、通常攻撃ピシッ、イエス。もうこれドラゴンの力で倒したと。すごいわ、やるときはやるのね。残念ながら村井ソロだったな、これ死んでたぞ。森ももうすぐ抜けられそう、うん、街に着けばハンター試験も終了。ほほー、そうなんだ。最後まで油断しないように。イエス、ちょっとタマティーナさんの色っぽさに。あ、クリスクリア、やった。なんかほっこりするというか、ちょっと落ち着くゲームだな。そうですね、安心感ありますね。懐かしい。到着、イエーイ、お疲れ様でした。ありがとうございます。私は教会の方に終了報告をしてくるから、ハンターさんはこの辺で待ってて。こんなんで試験に合格できるんですか。結構ゆるかった。ゆる、ゆるいな。本人が行くんじゃないんだ。これでハンターさんもやっとハンターさんになる。バタ、もしかして、え、まさかタマティーナが。あー、なんだ。まだハンターじゃないのにずっとハンターさんって言ってた。あー、ボケボケ。私の勘がね、この人は絶対ハンターになると。いいっすか、村井何もしてないっすよ。ドラゴンしか頑張ってないっすよ。それはそうと、ハンターさんの周りですっごい強いモンスターを倒したって話を教会でしたら、あー、支部長喜んじゃった。あいつには困っていたんだ、ぜひ礼をさせてくれ。これ村井ちょっと強くなるんじゃない。スキルの一つ選んでいいんだって。ね、どれにする。これ武器選んでください。いや、それこれソードだろう。これはね、これ絶対ブロードソードだろう。まあ僕だったらソード、ブロードソードです。お、呪文使えるし。コンボは闘魂注入、味方の攻撃力強化、これが回復魔法を使えるようになる。で、火の魔法のホームラを使えると。ブロードソードで。いいチョイスね。あ、いいチョイスだ。褒めてくれるね、タマティーナさん。それじゃあ私からもお祝い。お今からハンターさんの仲間をもっと増やしに行こう。これはやった、やった。召喚隊員、お待ちかねって言ってくれた。いや、だいぶみんなそう思うからね、やっぱチュートリアルはガチャしたい。分かってるな。チュートリアルの締めはガチャって言って相場が決まってるから、それじゃあガチャボタンを押してみてるっていう。今のメタ発言がすごい直接的。ガチャにはいくつか種類があるの。いいな。レアモンスターガチャで強力な仲間をと。やった、1回無料だ、イエーイ。行きましょう、次の飛行船。来い、タッチでスタート。ピシッ、赤いよ。お、金が出たよ。良さそう。え、金になったよ。超激レア。え、これいいの引いたんだ。え、めっちゃいいの引いたんじゃないですか、これ。え、星 5? 一番いいんじゃない。すごい、強力なモンスターを仲間にすることができたね。リオナリー、この背景にうっすら見えるやつ、星6のモンスターたち。背景にうっすら星6のモンスターたちが。いやでも5でも十分でしょ。十分さ、うん、頼りになるモンスターが仲間になって本当に良かったね。あ、寂しい。もう行っちゃうの、タマティーナさん。タマティーナって言いたくなる名前だな。ねえ、私タマティーナ。タマティーナ。いつの間にか気づいたら、あのゴリラ、あのゴリラもいつの間にかいたな。ゴリラじゃないっすよ、あの人。クマみたいな人。クマみたいなって。はい、そんなわけで今回紹介したゲームがドラゴンエッグでございます、うん、まあなんとなく雰囲気分かったんじゃないですか。いいね、うん、いいっす。ほんわかする、ほんわか、うん、で、何かあるらしいじゃないですか。そうなんですよ。おお、こちらですね、はいはいはい、アップデート予約というものをゲームコネクトでやっておりまして、そのアップデート予約をするとこちら、ででん、予約特典としてレアモンスター11連ガチャ。おー、すごい。なんと1回無料で引けると。はい、11連ですよ、さっき村井さんが引いたやつの。11個出てくる。そう、すごい。エッグジム3000個分。これキャラクターも可愛いやん。そう、これが引けます。ぜひ、概要欄のリンクからアップデート予約登録されてくださいませ。ください。はい、
そういうわけでいかがでしたでしょうか。しょうか、本日紹介した2本のゲーム、概要欄にリンクを入れておきます。おきます。ぜひとも、事前登録をよろしくお願いいたします。お願いします。リリースされましたら、メールが届きます。いち早くプレイされてください。ください。楽しんでください。さよなら。さよなら。